チュームはアイルランド共和国ゴールウェイ県にある町の一つ、アイルランド中西部ゴールワエ市の北に位置する。ゲール族の伝統スポーツが盛んで、1960年代に全アイルランドシニアフットボール選手権で3連続の優勝を果たしている。チュームの住民はこの町は世界一小さな市と主張している。この主張は、チュームの町に大聖堂があり、以前は大聖堂があれば、 とと認められていたといたうこの町の出身者で有名なのが、ソードクターズというフォークロックバンドで、彼らの N17 という曲はこの町を通る N17 道路を歌ったものである。南北戦争時の軍人リチャード W ・ダウリングも、この町の出身である。サビーネパスの戦いで彼は、 たった47人の兵士と6つの大砲だけで2000人のアメリカ連合国軍を追い返した。リムリックとスライゴーの間に廃線となった鉄道がこの街にはあり復活させる計画がある。ストリート・パトリックス・カレッジやストリート・ジャーレット・エス・カレッジといった教育施設があり、ストリート・ジャーレット・エスの200周年記念誌が1999年ジョン・カニンガムにより書かれた。 1920年7月、IRA の兵士が街の近くでリックの隊員2名を待ち伏せして殺害した報復として次の日町の会館などの建物が武装したリックにより焼かれたことがある。2003年、チ部ーム町長にマーティンワードが就任した。アイルランドルローミンがアイルランドで主張となったのはこれが初めてである。ありがとうございます。